AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナでのロシアの死者数は83,880人に。11月19日、ウクライナ国防軍はこの24時間だけで420人を含む約83,880人のロシア人侵略者を生産しました。ウクライナ国軍参謀本部が報告したものである。また11月19日、ウクライナ防衛軍は6台のロシア戦車、7台の装甲戦闘車両、2台の大砲システムを破壊しました。また敵の軍艦カッター16隻、トラック燃料タンカ2台、特殊装備161台を破壊した。ウクライナ軍がキンバーンスピットのロシア軍基地を破壊。ヒブデン作戦司令部はロシアの人員、武器、機器がキンバーンサ市に集中している地域を攻撃したと報告した。戦車7両と装甲車2両を非武装化しロシア基地を破壊した。非武装化は2月にウクライナの非武装化がウクライナ侵攻の主な理由の一つであると述べたロシアを嘲笑うために使われている。軍によれば占領軍はそこからドニプロブフ川口の港湾タグボートや穀物運搬船に発砲したとのことである。ウクライナの航空機がルハンスク州のロシア軍の人員と装備のクラスターを攻撃した。ルハンスク州軍西部のセルヒーハイダイ部長はウクライナの航空機が11月18日にロシア占領軍に対して7回の空爆を実施したと報告しました。ウクライナ航空機はロシア軍の人員、武器、装備のクラスターに対して7回の空爆を実施した。この24時間の間にウクライナのロケット部隊と砲兵隊はロシアの司令部、12以上のロシア軍の人員、武器、装備のクラスター、対空防衛システムを攻撃しました。一方、11月18日、ロシア軍はクピアンスクとルハンスク前線のフレキフカ、マキブカ、ノボセリブスケ、ミアソジャリブカ、ノボイエホリフカ、プロシチャンカ、ネブスキとステルマキフカに発砲した。ウクライナ軍はドネツク州の6つの集落付近でロシア軍の攻撃を撃退した。敵軍は人道法及び戦争法規に違反して重要なインフラ施設や民家への射撃を続けている。ザポリージ市の民間インフラ施設は打撃を受けている。この24時間でロシア軍は空爆10回、ミサイル攻撃10回、多連装ロケットシステム MLRS による攻撃42回を実施した。ボリンとポリシアの戦線に変化はなかった。ベラルーシ共和国はロシアのウクライナに対する武力侵略を援助、支援し続けている。ホルリョフカでは6日間で約500人のロシア人徴用工が入院した。11月10日から16日にかけて、約500人のロシア軍兵士がホルリューカで負傷し、入院している。マイオールスク戦線で戦うロシア占領軍の軍人約500人がホルリューカで負傷し、入院しているとの情報が確認された。参謀本部によると、負傷した500人の軍人の大半は最近徴兵された兵士であるとのこと。参謀本部はまた、ウクライナ軍がスカドフスク地区、ケルソン州のミハイロフカ村のロシア軍集結地を攻撃したことを確認した。最大で40人のロシア軍人が死亡し、70人が負傷した。彼らはロシアが一時的に占領しているクリミアで入院している。ロシア軍はニコポリ地区の3カ所に60発以上のロケット弾と砲弾を命中させた。ニコポリ地区軍事管理局長のイェブエン・イェブトシェンコは、ロシア軍がニコポリ地区の3つの風呂窓を夜間に攻撃したと報告しています。風呂窓とは、町や村、いくつかの村とその隣接地域を指定する行政単位である。ロシア軍は一晩中、同地区の3つの風呂窓を攻撃し、60発以上の砲弾とロケット弾を平和な集落に浴びせました。専門家はマルハネッツ、マイロベの各ホロマーダとニコポリ市の攻撃現場を調査しています。この攻撃で数軒の民家やアパート、数台の自動車が被害を受けた。初期の報告によると死傷者は出ていないようです。ヘルソン住民、ロシアによる拷問の日々語る。ウクライナ南部エルソンに暮らすアナトリー・ストツキーさんは、同市を占領したロシア軍とヤロシア派武装勢力により数週間にわたり拘束され、殴打や電気ショックなどの虐待を受けた。
尿には血が混じり、体重は25キロ減った。自殺も考えた。それでも家族のことを考えると、耐えられた。ロシア軍が8ヶ月にわたる占領を終えて先週撤退した後、ヘルソンでは虐待や拷問に関する証言が次々と出てきている。ヘルソン中心部の自宅で AFP の取材に応じたストツキーさんは、ロシア軍と親ロ派勢力により2度拘束された際の体験を語った。ウクライナ領土防衛隊に所属するストツキーさんは3月2日、ヘルソンがロシア軍に占領される様子を目の当たりにした。その数週間後、ロシアはウクライナ政府の支持者を拘束し始めた。4月25日、妻と3歳の娘と共に自宅にいたストツキーさんは、ロシア軍に拘束された。家族を殺すと脅されたため、武器を渡した。頭にフードをかぶせられ、自宅近くの警察署と思われる場所に連行された。独房の中で椅子に縛られ、3、4人から尋問された。警棒で殴られ、銃を頭に突きつけられた。ロシア連邦保安局、FSB の職員とみられるフードをかぶった男性たちから、自宅で見つかった武器についてカメラの前で尋問を受けた。指紋と DNA サンプルを採取された上で、市外に出ることを禁じられ、ロシア軍への協力を命じられた。釈放されたのは5月4日で、頭にフードをかぶせられた状態で路上に放り出された。あざで体中が青く、家に帰ると、体中が青く、あざだらけになっていた。妻と娘を市外に脱出させたが、自身は恐怖から同志を離れられなかった。市民の抵抗が活発化し始めていた7月6日、再び拘束された。2回目は、9月末にロシアのプーチン大統領が併合を宣言した、ドネツク人民共和国の国家安全保障省の職員に捕まった可能性が高いと考えている。ストツキーさんは男たちから、以前拘束されていたことは知っているが、その際の尋問が十分でなかったと告げられ、知り合いや武器の在りかを全て話せ、と脅された。殴打は最初の5、6日間にわたり続いた。夜は寝かせてもらえなかった。2時間ごとに独房に入ってくる人々に無理やり起こされ、自分の名前を言わされた。座った状態でパイプに手錠でつながれ、横になることもできなかった。ある日、ストツキーさんは尋問のために別の部屋に連れて行かれた。食事は3日に1回、手足を縛られ、小指にクリップをつけられた。地面に寝かされ、電気ショックを与えられた。筋肉が収縮し、体の中の全てがねじれた。トイレに行くことはほとんど許されず、空き瓶で用を足すしかなかった。最初の2週間は尿に血が混じっていた。腎臓がきちんと機能していなかった。食事は3日に1回のみで、拘束中に25キロほど痩せた。独房には壁に穴が開いていたため、他の非拘束者と話すことで、正気を保てた、という。8月20日、ようやく解放された。2度目に拘束されていた建物は、市中心部に位置する古いオフィスビルで、入り口に日本、米国、ウクライナの国旗が掲げられていたという。AFP の記者は、フィリプ・ゴルリク通り15番地にあるこの4階建ての建物に入ろうとしたが、入り口にいた男性から、今は調査中だと言われ、追い返された。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたら、グッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。